ブラッド・ケセロースキーはアメリカ合衆国民ガン州ロチェスター・ヒルズ出身のナスカールドライバー。2017年現在はチームペンスキーからモンスター・エナジー・ナスカールカップシリーズにフル参戦しており、エクスフィニティシリーズにもナンバー22でスポット参戦している。また、2008年よりブラッド・ケセロースキー・レーシングのオーナー兼ドライバーとして、 キャンピングワールドトラックシリーズに参戦している。2004年、20歳で、ナスカールクラフツマントラックシリーズに、スポット参戦、第3戦、マーティンズビルより、ナスカールドライバーとしてのキャリアをスタートする。2005年には、クラフツマントラックシリーズに、フル参戦。翌年以降は、主戦場を上位カテゴリーに移し、トラックシリーズには不定期に、スポット参戦を続けるものの、 2014年に一勝、下のミデア。2007年、キース・コールマン・レーシングより、カーナンバー23で、ネーション・ワイドシリーズに、フル参戦をするが、開幕戦、デートナ500は、予選不通かその後も、クラッシュや、エンジントラブルなどに見舞われ、トップ10フィニッシュ、例解と不審が続いたため、第15戦ラッシュビルを最後にチームを離脱。 あとに JR モータースポーツに移籍し、カーナンバー88で第20戦シカゴランドよりシリーズ復帰する。復帰後の14レースでトップ10フィニッシュ5回とまずまずの成績を残した。2008年も引き続き JR モータースポーツよりネーションワイドシリーズに参戦。第15戦ラッシュビルにてナスカールキャリア初となる勝利を挙げる。後の第26戦ブリストルでも勝利し、 年間2勝を挙げる。同年は、ヘンドリック・モータースポーツより、カーナンバー25で最上位カテゴリーのスプリントカップ、シリーズに2戦、スポット参戦し、第34戦フォートワース、第36戦ホームステッド・マイアミで完走する。2009年は、ヘンドリック・モータースポーツとフェニックス・レーシングから、交互に参戦。フェニックス・レーシングから参戦した第9戦タラデガにて、 カップ戦初勝利を飾る。第34戦からは、チームペンスキーに移籍。2010年、引き続き、チームペンスキーより、カーナンバー12で、スプリントカップシリーズに参戦するが、年間0勝、トップ10フィニッシュに回と今一つの内容であった。一方で、ネーションワイドシリーズでは6勝を挙げ、13勝のカエルブッシュ相手にポイントスタンディングでセリー勝ち。 シリーズチャンピオンを獲得した。2011年、カーナンバーを2に変更。シーズン序盤は、今一つであったが徐々に調子を上げ、第13戦カンザスでシーズン初勝利を挙げる。この年は、第21戦ポコの第24戦ブリストルを制止三勝トップ5フィニッシュ10回、トップ10フィニッシュ14回、シリーズランキング5位でシーズンを終了した。 2012年は第4戦ブリストルをはじめとして年間5勝を挙げ初のカップ戦シリーズチャンピオンを獲得した。2014年は第3戦ラスベガスはじめとしてキャリア最多の年間6勝を挙げたものの最終戦ホームステッドマイアミで年間5勝目を挙げたケビン・ハービックにシリーズチャンピオンの座を奪われた。2015年は トップ10フィニッシュ25回でありながら、年間1勝にとどまり、チェイス進出を果たしたもののシリーズチャンピオンは、カイルブッシュのものとなった。2016年は、レギュラーシーズンで4勝を挙げ、難なく、チェイス進出を果たしたものの、コンテンダーラウンドの第31戦カンザスでは、デニー・ハムリンと接触しクラッシュ、第32戦タラデガでは首位を走りながら、 レブリー付着が原因のオーバーヒートに見舞われ38フィニッシュと最悪な結果となり、エリミネーターラウンドへ進出できず、シリーズチャンピオンシップ敗退となった。モンスターエナジーナスカールカップシリーズデートな500、X フィニティシリーズキャンピングワールドトラックシリーズ、シーズンスキルインプログレス1インエリジブル、4シリーズポインツ2014年シーズンの第31戦シャーロットでは、 クールダウンラップ中にデニー・ハムリンに対して明らさまな報復の体当たりをした。続いてマット・ケンゼスに対しても同様に体当たりをし、近くにいたトニー・スチュワートに追突したところで停止。スチュワートはすかさずバックギアに入れてケセロースキーに体当たりの報復を仕返した。その後、ピットレーンで決行したハムリンはケセロースキーのピットボックスに向かおうとするが、 チームクルーに制止される。ケセロースキーはトレーラーの方へ逃げていくが、同じく月光したケンゼスに背後より殴りかかられた。この一件でナスカールからケセロースキーに対し5万ドル、スチュワートに対し2万5000ドルの罰金が課せられた。同年第34戦テキサス終了後、ピットレーンでジェフ・ゴードンとレース中の接触について抗論を起こしていたところ、ケビン・ハラビックが 突如、ケセロースキーを背後から突き飛ばし、これをきっかけに大乱闘が起こる騒ぎとなった。このように、悪道っぷりを見せつけるエピソードにことか,かない、ケセロースキーであるが、2017年第14戦ポこのデでライアン・ブレイニーがカップ戦初勝利した際に自ら、インタビューアー役を買って出るなど、ユーモアを見せる一面もある。なお、ライアン・ブレーニーは、 キャンピングワールドトラックシリーズで2012年から2015年まで、ブラッド・ケセロースキーレーシングに所属しており、ケセロースキーとはいわば指定関係にある。ありがとうございます。